わお、チャプター5シーズン4、どうやらマーベルシーズンらしいですね。ドクタードゥームが復活。まあ僕すごい記憶に残ってますよ。アイアンマンだなんだろ、キャプテンアメリカの盾とかもジョン・ジーが使えるらしいです。ということで今回はですね、悪役だね、あミステリオもいる感じなんですね。いろんなミシックアイテムがあるとのことなので、ヒーロー系のね、ウルバリンバナナだ、顔老けバカと言っていました。今回はですね、そちらのミシックアイテムを全て使ってめっちゃエンドゲーム的な感じ、熱い戦いが始まる。絶対なるドゥーム。ちょっとまずはバトルパスから見させていただきますね。グウェンプール、これはスパイダーマンのグウェンがデッドプールになった的な感じのあれなのかな。ちょっとこの辺詳しい方、あらウォーマシーン見て、ウォーマシーン俺好きなんだよな、黒いアイアンマン的な感じで、スタイルチェンジもあります。これちょっとネタバレじゃねえか、キャプテンアメリカ仕様で。バナナウルバリンと怒りウルバリンと、この人誰、エマフロスト、まあ強い人だ、絶対強い人だ。これのレベル50になりますと、ジョーン、キャプテンアメリカジョーンジになりまして、最終ティアはなんだ、ミステリオ。マックスティアになりますと、知らない人だな、あ種類めっちゃ知ってるわ、ブラックパンサーの、うわい、シュリちゃんですね。へえ、これがティア100ですか。ほんでドクタードゥームは、あシークレットスキン的な感じ、モテるっすよね自分。どうもー、バクイケドゥームです。実際にやってみた、超楽しそう。うーし、ということで軽く見た感じね、ヒーロー武器が10個くらいね追加されてるので、まあ一つずつ、ああ待って、マップになんか書いてあるんですけども、ドゥーム行くでしょそれ、これ右上ドゥーム行かせていただくよ、レッツゴー。うわすっごい。左見てください、この辺ですかね、ガラクタスがなんか、お、これ温泉入ってる、疲れてる、もっとでかかったよね俺たちが知ってるギャラクタスは。ということで私が目指すのはドクタードゥームのミシック的な何か、何を隠そう、フルフル、うん、カットカット、なんだこれ、バカでけえ煙突みたいなのがあるぞ、間違いなくここにボスがいると思うんだ。ここ降りてみよっかな、煙突に入ってみたい、謎のパワー、ワクテカアヌビス、ちょっとこれ誰も来てないか、おい入っちゃおうぜ、燃やしてみろよ、早速新武器、モナークピストル、かっこいい構え方、おじゃまんぼう武田、うわすごいですよ、新しい宝箱、これすっげえかっけえ、鉄のハンマーとか作ってんじゃねえか、この上で、お、あ、こうしちゃいました。実際に上がってみた、ピーン、私が最初に降りたのはドゥーム城の煙、何も見えない、はい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 、すっげえディズニー、あれ絶対ボスだろ、ボス発見、ボス発見、ボス発見、こいつを倒していく、キャプテンシールド、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、なんかすごい、そうだよね、ヒーローシーズンなんだもんね、待って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 、ちょっとなんかすっごいことになってる、これ使おう、待って、うー水の中に入れー、見てください、早速ゲットしちゃいました、キャプテンアメリカのシールド、こんなビブラニウムの盾使っちゃっていいんですか、なんかちょっと説明見てもいいか、あの宝箱からも普通に出てきました、投げることができて、ダッシュで突進することもできる、投げてみたい、いいですか、ちゃんと戻ってきますよねこのフリスビー、いきます、ボイーン、ボイーン、わーお、ちょっと待って、プインしよ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 、もうあっち来てるんだけど、ボイーン、ボイーン、60ダメージ、建築も壊れて、いいんじゃない、いい、あ、投げ合いが始まりました、あバウンス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 、デュアルマイクロサブマシンガン、これもコラボ武器だよね、コラボ武器っつうか新しい武器ですよね、ぶっぱなそうぜぶっぱなそうぜ、デュアルマシンガン、好き、この武器かっこいい、そこら中に嫌がるぜ、これはボッティか、君もボッティか、ボッティのその先、なんか他にも来てる気がするんですけども、一回落ち着いてもらって、デュアルマシンガン使いたい、ちょっと待ってね、行くぜ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 、プルル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 ル、強くないですかこれ、逃がすな逃がすな逃がすな、お互いに建築はないみたいだが、 M ショップで勝てば、来
来てる。見てください、至る所にドゥーム像。うわ、またドゥーム像、金ピカドゥーム像。見てください、あちらドゥームボッド。私に挑みに来たのなら、お前は思ってるもはるかに愚かな男だな的なサムスティングなことを言ってましたね。意外と博識、勉強とかしてる。うわー、コレクションもしてるじゃん。ま、いや、俺はお前に挑みに来たんやでーす。うん、体力多いです。少し痛いかもしれないぞと。うわ、かっこいい。ごめんなさい、このワープがえぐい。めちゃくちゃ強いですよ。ちょっとすみません、一回帰ります。ハイタッチしよう。イエーイ、一緒に俺を倒しに行こう。ドクタードゥーム、俺と戦え。結構体力多めな感じですよ。自滅する感じでは。やった、ナイスアンチダメージ。ということで、分かった、いろいろと忙しい。見て、持ってる、すっごいいろいろ持ってる。何あのパワーは。ウェイ強いぞこの武器。なんかこの人飛んでましたよね、ウォーマシンのホバージェット、これかな。実際に使ってみた。ごめんね、勘違いで。すごいじゃん、これでドゥンドゥンからのドゥン。ごめんね、勘違いで。何これ、ウォーマシーンのアーセナル、これもなんか気になりますね。あ、強いじゃん。どっからゲットしたんだろうこれ、近くの街かな。実際にやってみた。ブンブンブン、うわなんかよくわかんないけどめっちゃ強いです。車で遊んでるところ失礼いたします。懐かしいね、これ前もありましたよね。すごいな今の車は。当たる、150ダメージ。これ落下ダメージ大丈夫か。はい、いて、暗いな俺のミサイル。うわ待って、ミサイル自動追従式というわけではなさそうですね。せーの、わお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 、いいんですかこんな強い武器、本当に強すぎますよ。メダリオンゲット。でまたまた車が来たので、飛んでブン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 、溜めてブン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 。でここでミサイルを撃って、はいはいはい、やばいやばい、あとちょっと溜めてここで溜めて。いいんですかこんな強い武器。メダリオンあるんですけども、これで早速全てのメダリオンが揃ったということですよね。どこあった、オッケーオッケーオッケー、最高最高最高。なんかさ、すごいチートしてるんだけど俺、ウォールハックみたいな。これはどうなってますか、何かが起きてます。なんかいるんだよずっと、いたー。はい、ドゥンドゥンドゥン、溜めてドゥン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 、でミサイルも撃ちながら、ブン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 、やめてくれブンブンブンは地上向きだね。そしたら次はこちらドゥームシュタレットに行きたいと思います。マップの上の方ですね、ここにもボスがいるっぽいので、ドゥームシュタレット、まあドゥームの手下的な、ここも人気だね。でもね、あのガントレットが一番強いと思う。ちょっと僕の使い方下手でしたね、2年前の俺だったら暴れ回っていたことでしょう。ということでこちらがドゥームシュタレット。とりあえずボス踏む。あ、ミステリオが今見えました。ちょっと今準備するから待っててね。まずは敵を買収しまして、このシステムいいね。ハイタッチとかするか、大丈夫か、自由になれた、自由だ、感謝するよ。へえ、洗脳されてたんだ。うわーすっごい、ちょっと待ってアイアンマンの部屋発見した。アイアンマンファンかな、初代アイアンマンもおるし、かわいいねこれ。アイアンマンカーペットとかもあって、宝箱もさ、アベンジャーズなんだよね。ウォーマシンのホバージェット、ありがとうございます。さっきね、なんかね、オートタレットみたいなやつも見つけたんだよね。テレビではゲームやってますね。アイアンマンゲームがあったり、
すんげー好きなんだろうな。ビリヤード台もアイアンマンです。これ壊してみていい？ちゃんと鉄が取れる。完璧です。メダル持ちだ。え、いつの間に終わっていたのかい？ミステリオのステルスメダリオン、しゃがむと透明化発動。さっきやってみればよかったね。なるほど、これがさっきのビジビジの正体でしたか。ウォーマシンのタレット、これが多分ね、謎のレーザービーム撃ってくれる。でー、警戒し、支援射撃。なるほど、一緒に撃ってくれるみたいですね。ミステリオ倒してみたかった。俺はすげえ見た目になってるぜ今。ということで、上から射撃キングいるぜ。すいません、ちょっと難しいです。援護射撃してくれないんですけど。いました、いました、ミステリオさん、俺と戦え。ちょっとなんか今の光は何ですか？なんかね、この人ね、分身。おー、ちょっと待って、ベッチが来ましたよ。はい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 、はい、溶かしていって、オーケー。でちょっと一回立て直そうか。改めまして、やばい、ちょっと待って、俺が倒したい。いたいた、オーケー。ちょっと待ってくださいね、見てください、ミシックと。これね、しゃがむと、ちょっと待ってよ、ちょっと、あー、忙しい場所だ、忙しい場所だな。俺のマシンガン。オッケー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 。ということで、しゃがむと透明化になるんだって。うわっ、怖え。僕何も知らないよ。すごくないかこれ。え、動けるのかな。あ、解除されちゃう。一定期間だけなんだ。なるほどなるほど、面白いですね。そしてゾウリン、ゾウさんショットガンのミシックも落としましたね。オッケー、これでビクトリーロイヤル目指していきましょうか。どうもー、ラフトにやってまいりました。すごい刑務所みたいな感じ。まだ戦いしてるみたいですね。一番人気なのかな。ちょっとじゃあボス、ボスどこに。すっごい脱獄だ。そしたら、そしたらボスがいるところでさ、しゃがんで待ってみましょうよ。ニャッスルが閉じ込められてた場所だな。どこにいる？いた！こんにちは、エマフロストさん。え、透明化解除されちゃう。ちょっと待って、待って待って待って、バレたか。いや、バレてない。王女の椅子で待ちたいと思います。で、取るところをバキュンバキュン。でもこれ完全透明じゃないよね。動けばわかるか。まあ、解除されてしまうので、いるよいるよいるよ。こういう時いいかもね、味方やり直しのチャンスを与える時。透明化です。もう誰もいないのかな。めちゃくちゃ激しい戦いしてたからね。ボス倒しちゃいますか。一人までなの。ハグしてもいいか。いいぞ、会いたかったぜブラザー。ボスじゃ倒そうか。なんか落とすんだよな。まあいいだろう、誰もやらねえのであれば俺が倒しましょう。あなた背高くて素敵ですね。いただくで。何このショットガン、哀れね。これでも私をゼロダメージ。すいません、倒せません。来たぞ。ずっと待ってたんだな。ここで透明化です。こうすることで、ボスは私を見失います。見失ってもいいんだぞ。見失ってますね。あとはあの人がもう来るのを待つだけ。いた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 、えいえい。透明化、これが透明化の強さですよ。ボスのヘイトを完全に、あー素敵。バレてました、すいません。ね、これ透明化はどうしたらいいの。あ、撃ちまくればいいのかな。えい、倒したぜ。ちょっと待ってください。完全に危なスイングシステムでした。ちょいちょい爆発してるのは何これ。あ、ドゥーム持ちが来てる気がする。エマフロストの探知メダリオン、パカーン。これで敵の位置を探知できるわけね。オッケーオッケー。もうこれあとビックロイするだけじゃない。2時間くらいやってます。なんだかんだ忘れるでない、俺には透明化があるからな。バーンやってるわ。ピコーン、
敵を探知した音はしたけども、いたー、上の方だ、俺を探してる。トリプルメダリオンを取ってビクトリーロイヤルしたいですよね、やっぱりね。いるねー。え、これバレてる、危な危な、いやーこれじゃない、バレてしまったか。これで一回しゃがむことによって透明化、バレてる。びっくりするまで終わるわけないっすよね。おお、めっちゃ無意識に見てたけども敵だったのか、似てるスキンだと分かりづらかったですね。ということでドゥームのミシックをまず取るだろ、勝つぞ。よし、ドゥームさんかかってこいや。一気4マガジン必要だね。いや、ちょっとたったり返ったっすね。待って、目の前に敵がいるけども倒していって、あそこにも敵が見えますね。一旦引きましょう。ドゥームやっぱ人気だね、すんげー人気。シースシースシースやってますか、戦ってそうだね。少し痛いかもしれんぞ、そこにいる、相当に、アンチガイだろうと関係ねえ。ちょうど今戦い終わってるので、ちょっと待って待って、落ち着いて落ち着いて、落ち着い、落ち着きが足りた。 OK、 まだいる、まだいるね。いや、さっきの念願の人だ、大丈夫です。ガントレットは取れていますので、敵がどこ行ったのか分かんなくなっちゃうんだよな。どこだどこだどこだ、そこだな。うーん、波動拳いいんじゃないんですか。いー、よくなかったですね。なんとか勝てました。そしたら、うおー、何これ。そしたらホバージェット欲しいですよね。アーセナル、これもいいんだよな。武器迷う、やった、ビクロイする人倒したよ。ほぼ勝ち確と言っても過言ではないこともない。うわー、びっくりした。ねえ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、嘘だろ嘘だろ嘘だろ、まだ残ってるなんて聞いてないっすね。めちゃくちゃまだいるぞ。おい、倒せ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 、ブンブンブン。いっちゃったー。9、8、7、6、あぶねえ、包帯でこんなにギリギリなことありますか。2個の包帯で命をつないで、メダリオンがまだ取れてないんだよね。急げ、回復を探せ。あった、7秒前キットを発見で、キットを巻いて、まあ、これで一旦全回復でしょ。次のアンチバカ遠い。とりあえずメダリオン取ってアンチに向かう、間に合うかな。いやー、隠れてる人とかずるいよ。あった、 OK、 メダリオン盾はいらない、フィズで移動しよう。レッツゴー、行こう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 、車発見、サイバートラックじゃないですか。ウェイ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 、飛ぶやつ欲しいな。アンチ間に合うかな、ちょっとキットでも探しながら行こうか。13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、目の前ブーン、今度こそ勝ってやるぜ。さっきここ使えばさ、ここの煙突からのジャンピーパッドで余裕でアンチいけたんだろうな。よし、10キルビクロイ、今度こそもうこれで負けたら諦めます。3時間やってるからね。あそこ戦ってるぞ、行くぞ。屋上からチクチクチク取ってる人が見えますね。豆粒みたいなもんですよ、年をと。あれ全然違いました。どこ行った、いた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 、あー下がりすぎたかな、下がりすぎたかな、下がりすぎたかな。 OK、 そしたら上がって、まずはぶちっぱなして、で落下ダメージをできれば狙っていきたい。メタルウォールとかやるんだよね。 OK、 大丈夫だよ。ここを崩して、どこ行った、ここでもう一回やってからのドゥンドゥン、こうやってだいぶローだよ。 I am man。
なにチクチクチクと戦いましょう。アイアンマンの盾、あれ強え、あれ強え。ゆっくり飲む時間もない。なーに、当てた建築全部使っちゃったか。アイアンマンの盾いいですね、これ気に入った。何よりもオートエイム機能、どこだ、投げてこい。でプーン、プーンは結構直当てじゃないとダメみたいですね。いや武器構成悩む。ショットガンいらないか。オートエイムからのプーン、むず。ゴー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 。これ建築多分さ貫通する的な感じだよね。いきまーす、ビブラニウムポン。その後チャキチャキチャキってやってほしいよね。えいえいえい。いや結構ねむずいですよ。ぶち当てて移動しながら奥の方、こういうことができる人とできない人で分かれてきますからね、フォートナイト。どっから撃たれましたか。うわー、あの人ね。オッケーオッケーオッケー、今行くよ、ちょっと待っててね。詰める時がちょっと難点。ビビる、これでビビるような男だったら意外といけるかもしれない。あ、いいぞいいぞ。まずどこに隠れてるか見せてもらおうじゃねえか。あ、いた。うわー、扱いがむずい。戦いが始まる予感。まずは上に行くだろう。で場所を特定しまして、いや別地のヘイトがえぐいっすね、これ、ね、これ使ってるとね。ちょっと待ってくれ、またアンチダメージで、またアンチダメージでやる。おい、最大の敵はこんなところで行きたくない。修行が足りねえ。こうしてレジ君はダークサイドに落ちたのであった。来たぞー、全てのメダルゲット。この状態であとはビクロイを狙うだけですね。うわっ、透明が刺さったのではないのでしょうか。来てるぞ、上に行ってからのトゥーン。つい、いや焦るのが意外とむずいんですよね。上に行ってからの、立ち上げてからの、プン！うわ、とんでもないコンボ。残り7人、エリミネーション7人。ビクロイ目指して頑張るぞ。時刻は深夜の2時になりました。うわ、この距離でも当たりますね。レベル高いですよ、やっぱり。最近のフォ、ん？戦局1名様違うよね。アンチの先端を意識して戦ってるよ。漁夫のりまさのりで勝てるんじゃないか。撃ちてー、あれ撃ちたいねー。まとめてドゥン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 。建築は思ったより壊れました。オッケー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 。んでハイグラを意識した立ち回りをしながら最終ムーブに向かって当たってくれたらよかった。一発当ててーの。資材を集めまして、アンチ移動。ちょっと待って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 、マジ貸したい、マジ貸したい。どこどこ、いた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 。ここを壊したかった人がいて、ラッカシー。ちょっと待って、ビクロエモートさせてよ。これビクロイ限定エモートですね、ズームの。いやー、しっくりこんな
勝つまでやった。マジで何マッチやったか分かりませんけども、しっくりこない。なんか俺すっごい下手になりました。僕4090ビクロイ母さん見ましょうよ。そして僕が何マッチやったのかを皆様にお見せしていきたいと思います。ビクロイガスドゥーンドゥームブレラ、迫り来る破滅になろう。いや、まず破滅しかけたよ、やってる間頭がね。ということでリプレイ見てください。僕の驚異のフォートナイトプレイ率、これだ、ワン、ツー、スリー。一日で、たったの一日でこれですよ。ほぼ初動詞ドゥームドゥームドゥームばっか降りて、でも最後勝ってました。まあ勝ちは勝ちっすよね。ということで皆さん、チャプター5シーズン4楽しんでください。なんかさ、やっぱりね、ユニビームが好き、戻ってくるらしいっすよ。また動画にしたいと思います。頑張ったよ俺、高評価よろしく。疲れたー。サムネニット帽バージョン、you